こんにちは。このチャンネルでは注文住宅を建てるにあたり検討した犬のお世話をしやすいような設備や間取りについて紹介しています。現在の状況はほぼ全ての打ち合わせが終了し、あとは完成を待つ段階となっています。今回は犬がいるならこの仕様はやめておいた方がいいだろうなという思いを振り切って採用した仕様5選を紹介したいと思います。前提としてコタローはウェルスコーギーテンブロークという種類の中型犬です。コーギーの毛は一定以上の長さまで伸びず、基本的にカットが不要な代わりに年中無休で毛が抜けます。抜け毛の量は特に寒毛期とお風呂上がりがひどいですが、それ以外の時期もひっきりなしに抜けるため、掃除を1日でもサボると家中毛まみれになります。というか毎日頻繁に掃除機をかけても家中毛まみれです。この前提に目をつぶり、我が家が強行突破で採用したものが以下の5つになります。一つずつ採用した理由を見ていこうと思います。その1、メイン床材をヒキ板にしたこと。ヒキ板とは表面2ミリ程度が天然木の床材です。住友林業は木材に強みがあるため、ほとんどの方がメイン床材にこのヒキ板カムクを採用します。ちなみにムクフロアとは天然木を引いた板をそのまま床に貼り付けたものとなります。私たちが採用したヒキ板はムクより水に強いとはいえ、タイルやシートフロアには耐水性は大きく劣ります。コタローは床を舐めたりしますし、お手入れのために自分の手や体を舐めるので、メイン床材はタイルやシートフロアにした方が劣化を防げて掃除もしやすいのでしょうが、木質感あふれる家に住みたいという自分たちの好みを優先し、ヒキ板の採用を決めました。そもそも犬以外にも子供が2人いる家なので、食べこぼしや飲みこぼしは日常茶飯事で、毎日の掃除は必須です。コタローよりむしろ子供たちの挙動が心配です。好きなもののために掃除とお手入れはなんとか頑張ろうと思います。その2、2階建てにしたこと。もし平屋だったら階段がないため、犬が好きな部屋まで自分で移動できるので楽だなぁと思いつつ、駅からの距離や中心地までのアクセスも重視して土地を探した結果、平屋を建てられるほどの広さは金銭的に許容できず、必然的に2階建てになりました。コーギーは足が短く、階段の上り下りは腰に負担となります。そのため階を行き来するときは誰かが抱っこで運ばなければなりません。我が家は1階にリビング、2階に寝室という構成です。コタローも人間同様、昼はリビングで過ごし、夜は同じ寝室で寝るので、コタローが階を行き来するのは1日2回発生する見込みです。朝晩2階だけなので許容範囲だと思いました。あっは、頑張れ。その3、階誘導線を採用したこと。我が家は1箇所だけ階誘導線があります。それはキッチンです。賃貸の今はキッチン入り口にベビーゲートを設置して、コタローと子供たちが自由に来られないようにしていますが、新居ではそれができなくなります。うっかり床に食べ物を落とすと食べられてしまうため、今まで以上に気をつけなければなりません。対策としてケージを置くことを検討しています。今はコタローはケージレスで過ごしていますが、新居では料理中や食事中ケージに入れておくという運用をするかもしれないです。回遊をやめ、キッチン奥を行き止まりにすることも検討したのですが、キッチンダイニング横並びの配置が理想だったため、もし回遊をやめるとあまりに動線が悪くなる懸念があり、総合的な利便性も考えて回遊は採用することにしました。その4、怖がり畳コーナーを採用したこと。冒頭でも申し上げた通り、コタローは年中無休で毛が抜ける犬です。今は毎日掃除機をかけていますが、新居ではこの仕事はルンバに任せるつもりでした。つまり段差のないルンバブルな部屋にすれば、掃除の手間はさらに減らせることになります。しかし LDK 併設の怖がり畳コーナーを作ってしまいました。段差は 20cm あるのでルンバは絶対に登れません。家作り当初は怖がり和室なんていらないと思っていたのですが、 LDK 併設で小さくてもいいからくつろげるヌックのようなスペースが欲しくなり、パパがこたつでゴロゴロするスペースが欲しいと言い出し、畳コーナーがあればそこを子どもの遊び場にできて、リビングも散らかりづらくなるかなとか、来客時にそこで寝てもらうこともできるかなとか、いろいろ考えているうちにあれよあれよと畳コーナーが出現しておりました。
ちなみにこの小上がり畳コーナーにかかった費用はざっと70万円ほどでした。結構な高額オプション費用を支払ってルンバブルを手放したことになりますね。しっかりゴロゴロしようと思います。この畳スペースだけはコロコロで掃除するか掃除機をかけるのかまだ未定ですが、ルンバ以外の何らかの方法で掃除することを検討します。最後です。その後オープン収納を採用したこと、何度もしつこいですが、小太郎はありえないくらい毛が抜けるコーギーで、抜けた毛が人間の手や服に付着することで家中思わぬ場所にまで毛が散らかります。頭の上の高さの場所にも積もっていることすらあります。そのため新居ではできる限り見せる収納をなくし、隙間もなくすことで掃除しやすいシンプルな空間にしようと心がけました。しかし新居には3箇所扉なしのオープン収納を設置してしまいました。1つ目は寝室隣接のウォークインクローゼット内部に設置した可動棚です。ウォークインクローゼット自体が大きな収納みたいなものなので、この可動棚にも扉をつけることは考えませんでした。ウォークインクローゼットにはドアを取り付けなかったので、小太郎も自由に入れてしまうのですが、小太郎が寝室にいるのは夜間だけ、夜はほぼ動かず寝る犬なので、そこまで毛は飛び散らないと信じています。ちなみにこの可動棚はカバンや帽子を収納するイメージで設置しました。2つ目は脱衣所に設置したシェルフです。当初は脱衣所の棚こそ扉が必要だと考えていました。というのも小太郎は2週間に1度家でお風呂に入っており、乾かす工程で大量の毛が出るからです。普段から抜け毛はひどいですが、この時が一番やばいです。おそらく賃貸の今と同様、ドライヤーもお風呂場を閉め切って行いますが、夏の暑い時期などは脱衣所でドライヤーをすることも考えられます。その際オープン収納があると後から掃除が大変なため、当初は扉を取り付けておりました。しかし脱衣所に洗濯カゴを置くことを想定した際に、見ての通り狭い空間なので、この棚のどこかにカゴを置くとすると扉は邪魔になると思いました。また小太郎が脱衣所に立ち入るのは2週間に1度のお風呂のタイミングの時だけであり、扉はタダではないことも考慮すると天秤にかけて扉は設置しないということになりました。3つ目は小上がり畳コーナーに設置した本棚です。 LDK は小太郎が長く過ごす場所のため、見せる収納だけは作らないでおこうと思い徹底的に気をつけていたのですが、着工合意目前のギリギリのタイミングでやっぱりリビングに本棚が欲しいと思ってしまい、滑り込みで設置されたのがこの本棚です。掃除の手間を考えると設置しないに越したことはないのですが、どうしてもリビングに本棚があることへの憧れを捨てきれず設置してしまいました。 A4 サイズが入れられる本棚なので、上段には文庫本や飾りなど子供に触られたくないもの、下段には当面は子供の絵本やおもちゃを置く予定です。ずっと本棚が欲しいと思いつつだったので、追加して全く後悔なしです。むしろお気に入りポイントです。以上5つが、毛が抜けるコーギーがいるならやめておいた方がいいと分かりつつ、というかデメリットも十分理解した上で採用した仕様となります。毛が抜ける犬がいるということは住友林業にも伝えていたのですが、担当者もたびたびその視点が抜けてしまうことがあったため、こだわりの部分は特に抜け漏れがないよう意識して要望を伝えるようにしました。いずれも私たちにとってデメリットもある仕様ですが、メリットが上回ると信じたいです。誰かの参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。